それでは今からオキギスの煮物を作っていこうと思います。字幕がありますので、それを見ながらちょっと解説をしていこうと思います。お魚を炊く際の黄金比っていうのがありまして、お出汁が6、お酒、みりん、濃い口醤油を1:1で、お砂糖を大さじ3、これ好みなんですけども、これぐらいで炊いてもらうと美味しいお魚が炊けると思います。それでは作っていきます。お出汁、お醤油、みりん、お酒、お砂糖を入れて、沸かして、お砂糖を溶かしていきます。でこの沸かすことによってですね、醤油のですね、とんがりとか、尖った味というのですね、まろやかにできますので、しっかりここで沸かしてください。沸騰したら火を止めて魚を入れます。沸騰した状態で魚を入れると、皮が縮こまって身割れをする可能性があります。今回オキギスは頭を取っていますし、鱗が少ないのでこのまま入れますが、頭がついた魚や鱗がたくさんある魚などは一回お湯で霜を降り、掃除をして水気を取ってから炊いていきます。今回はですね、アク取りをしてないんですけども、オキギスはですね、アクが少ないのでアク取りしてません。他のですね、頭付きの魚丸々炊く場合はですね、アクが出る場合もありますね。その場合はお玉を使ってですね、しっかり取り除いてください。でお豆腐を入れるんですけども、この時はワンポイント書いてあるんですけども、沸かさないように、沸かしてしまうと酢が入ってですね、見た目が悪くなって食感も悪くなります。で僕はこの際生姜をここで最後に入れるんですけども、香り付けですね。初めから入れられる方もおられるんですけども、初めに入れてしまうとちょっと苦味がですね、生姜って炊くと出ますので、その苦味がですね、魚に移ってですね、ちょっとえぐみに感じるのが僕は嫌なので、最後に香り付けで生姜を加えます。2分ほど炊いて完成です。でこの時ですね、冷ましてもらうと豆腐にも味がしっかり入りますので、一回冷ましてもらった方がいいと思います。再度温める時は弱火で温めてください。強火で沸かしてしまいますと、豆腐に酢が入ったり魚が身割れをすることがあります。よかったらお家でも作ってみてください。次の動画もよろしくお願いします。